影美くん。ハウジングですか。うん。何作ります？アーバンモダンとかどうです？いや。ではラスティックモダンはどうでしょう？モダン飽きた。まだモダンのモノジノやってませんよ。だって来る日も来る日もピュアパテステパネ、目まで平たくなっちゃうよ。たまには昔の建物みたいなさ、ゴテッとしたやつもやりたいんだ。ああ、クラシックの話ですか。そうそうそういうの。前回作った部屋とかクラシックでしたけど。ああ、あれってそうなんだ。なんでわかってないんですか。だって見たまま作っただけだし。これだから AI は見たままなんとなくで作ってるからよくわからないままなんですよ。いやみんなそうでしょ。ちゃんと理解してやってる人なんていないって。確かに感覚でやってもそれっぽいものはできますから、わざわざ学ぶ必要はないでしょうね。それを意識せずとも高いレベルでやれることがいわゆるセンスと呼ばれるのでしょう。君には無理です。なんだよ、じゃあ諦めろってのかい。センスがないなら調べるしかないでしょう。やだよめんどい。ちゃんと調べて作ったらハウジングはどう変わるのか興味ありませんか。手短に頼むよ。こいつ、まずモダンとは全く別物です。モダンってのがそもそもクラシックに反対する流れから生まれたデザインですので、今まで話してきたセオリー通じません。全部一からやるってことになるので、そのつもりで。え、そんな大変なの？大変かというと簡単です。え、とりあえずクラシックとは何ぞやってことから話しましょうか。僕も専門家じゃないので超ざっくりですが、西欧系でいいですよね。よくわからんからそれでいいよ。クラシックとはその名の通り過去のデザインですね。モダニズムが起こるより前の古典的、伝統的な様式を指します。はあ？ヨーロピアンクラシックの歴史はとても長いです。国同士隣接しているため争いは絶えなかったし、交易も盛んでした。そのためデザインは多様となりました。デザインを知ろうとするなら紀元前から見つめないといけません。え、そんな前から？古代ギリシャや古代ローマから始まり、その後民族移動などを終えて支配層が入れ替わると、ロマネスクやゴシックといった中世の建築が起こります。はあ？古代から中世あたりのヨーロッパの建築は教会や聖堂などが中心です。宗教の影響力がとても強く、信仰のためのデザインがなされました。市民のための家具というものはほとんどありません。戦争が多く世情は不安定で、一般市民の暮らしは安定せず、まともな家具を持つことはできなかったそうです。家具が持てたとしてもせいぜい上流階級だけ。なのでこの時代の建物をハウジングすると考えるなら、宗教的な施設をハウジングするということになるでしょう。影美くん、ちょっと待ってくれ。なんです？そこまで真面目にやる必要ある？ないです。しかしクラシックとは人の歴史そのものです。触りだけでも知っておけば理解が段違いですよ。その意識の高さはついていけんな。まあ聞いてくださいよ。時代は進みます。15世紀から16世紀、ルネサンスやバロックと呼ばれる時代。近世あたりから情勢が安定していくと、家具産業が発展していきます。国王、女王といった時の為政者が主導し、絢爛豪華な家具が作られました。王室や貴族は華やかな品を揃え、陶器や銀器などのコレクションを競うように見せ合ったとか、ベルサイユ宮殿はその最たる例といえます。この辺りが家具が最も華やかだった時代です。ド派手だね。この時代をハウジングで再現するなら、教会のほか宮殿や邸宅を作ることになるでしょうか。金の装飾をふんだんに取り入れて、壁や天井もとにかくきらびやかにしていくことになります。設置数足りなそうだね。その後も統治者の移り変わりに伴い、さまざまな様式が生まれながら時代は流れていきます。装飾的な家具が流行すると、次は反動でシンプルな家具が欲しくなる。すると今度は派手な家具が欲しくなる。これが交互に起こりながら家具は作られ続けるのですが、歴史という大きなスケールで見れば、家具は少しずつシンプルで実用的な方向へと向かっていきます。現代でもモダンも飽きたわっていう人いるよね。君ほど単純ではないですが、デザインの流行り廃りってのは当時もあったみたいですね。やがてイギリスで産業革命が起こると、家具が工場で大量生産できるようになります。デザイナーと呼ばれる者たちが現れ、デザイナーの考案した家具が工場でコピーされました。そうして一般階級もようやく家具を持てるようになったそうです。粗悪品も多かったそうですけど。ふん。この時代は遺跡の発掘が盛んでして、古代ギリシャやローマといった眠りから覚めた太古の神秘が世間で注目を集めました。そうした中で、昔の建築って実はすごくね、という一大ムーブメントが巻き起こります。次第に古典への回帰が唱えられ、リバイバルが大流行しました。何それ？大昔の建築をわざわざ最新の技術で再現したんです。新古典主義と呼ばれる時代の始まりです。ネオクラシックとも呼ばれます。なんかかっけえじゃん。古代ギリシャ、ローマだけでは飽き足らず、中世のゴシックや近世のルネサンスもモチーフにしたりと、節操なく様々な様式のリバイバルが起こりました。さらには複数の様式をミックスした家具も作られるようになります。
例えば足は18世紀のデザインだけど背もたれは19世紀のデザインみたいな感じです。昔のデザインのいいとこ取りですね。現在市場に出回っているアンティーク家具はそのあたりの1900年代前後のものがほとんどです。オーダーした人の好みに合わせて多様な様式で家具が作られた時代です。本当にいろんなデザインがあって面白いですよ。それ以降もやっぱり派手すぎる、いやシンプルすぎると繰り返しながら家具は作られ続けました。そして今よりおよそ100年前にモダニズムという芸術運動が起きます。産業革命で新しい素材が生まれたというのにいつまで古典にこだわるつもりなんだみたいな運動です。そうしてモダン建築へと移り変わっていくわけです。へ、我々が当たり前に享受しているモダンも歴史的に見ればわずか100年ほどの出来事なわけです。もう100年も経てば一体家具や建築はどうなっているんでしょうね。その頃には私たち死んでるけど。野暮なこと言わないでください。こういうのをロマンって言うんです。このようにクラシックと一口に言っても様々なスタイルがあるわけです。そしてこれは西洋全体を一括りにした話です。細かく見れば国ごとにそれぞれの特徴があります。全て網羅するにはとても時間が足りませんね。さらにクラシックスタイルはそれだけではありません。現代のモダンと融合させたクラシックモダンと呼ばれるものもあります。おしゃれだね。こういったものまで考慮すると恐ろしい数になってくるわけですが、どうします？どんなクラシックを作りたいですか？よくわかんないから王道がいいな。前置き長いからさっさとやろうよ。こいつでしたらビクトリア様式はどうでしょう？イギリスが最も栄えた時代と言われてます。大英帝国って聞いたことありません？何それ？そうですか。わかりやすいとこだとシャーロック・ホームズの時代背景がちょうどこの時、ビクトリアンの後期です。読んだことあります？ないな。ではダウントンアビーは、あれはビクトリア朝より少し後ですけど。何それ？まあホームズの自宅を再現したミュージアムとかあるんで、ここを見れば当時の様式がイメージしやすいと思います。お、いいじゃん、こういうの作りたいんだよね。と、ここまでリアルの話をしてきたわけですが、あら、果たしてこれを14で再現できるのか考えないといけません。14の舞台は中世ファンタジーです。そうか。最近は混沌としてますが、ベースは中世ファンタジーです。つまりクラシックは14の得意分野です。いかにも中身がたくさんあります。なのでモダンのようにあれこれ工夫しなくともクラシックスタイルは作れます。ただ置くだけでそれっぽくなります。この環境下でモダン作るってのがそもそも強引なんですよね。影見くんはロマンがわかってないな。人は見果てぬ夢にこそ焦がれるものなのだよ。さっき飽きたって言いましたよね。ただ14の家具ってあくまで14オリジナルのデザインなんで、現実の様式家具を再現してるわけではないんです。そうだろうね。ですので本物を忠実に再現しようとするほど難易度は跳ね上がります。例えばこの椅子、バルーンバックチェアと言います。これがあればまさにビクトリアンなんですが、こんなデザインの椅子は14にはありません。家具の組み合わせで自作するにしてもどう組み合わせたらいいかちょっと思いつかないですね。これを強引に作ってまで当時の様式を再現すべきかと考えると理にかなってるとは言えません。というか無理です。なので様式家具を完コピするよりも特徴をつかんでそれっぽいものを作っていった方が現実的です。加えて言うと、ビクトリアンという時代は新古典主義の真っ只中にありました。古典のリバイバルが流行して様々な様式が混在するようになった時代でもあります。はあ？つまりこの時代は特定の様式にこだわらなくていいわけです。わかるように話してくれ。見たことないような家具が置いてあってもそれっぽい形をしていれば、オーダーメイドで作った折衷様式の家具だが何かって言い張れます。ハウジングしやすいってことです。よくわからんがゴリ押ししようとしてるな。というわけでビクトリアンクラシックを作るにあたって僕から縛りを設けます。え？一切の浮かせを禁じます。え？なんでさ。ただ置くだけでもハウジングはできるってことを見せてください。クラシックならいけるはずです。卓上浮かせは？ダメです。壁か。壁掛け浮かせもダメです。え？それじゃあ空き家作ってください。 M ハウス片付けるか。僕たちはこれから自分の作ったものにアーダコーだけ地をつけていきますが、あくまでも自分の作りたいイメージに合っているかという主観的な意見です。他者のインテリアやデザインを批判する意図は一切ございませんので、よろしくお願いします。はい。あとこれからいろんな様式の名前を出しますけど、難しく考えなくていいですよ。そういうものがあったんだと思ってもらえればいいです。ここまで西洋全般についてお話ししました。ここからはさらにイギリスに焦点を絞ってお話ししていきますね。もういいよ講釈は。まあ聞いてくださいよ。仕方ねえな。では改めてビクトリア朝とはどういった時代であり、どういった建物が建てられ、どういった家具が作られたのか整理しながらハウジングしていきましょう。1837年から1901年までのビクトリア女王が即位した時代、その間に生まれた建物や家具をビクトリア様式と呼びます。
蒸気機関の発明による産業革命の円熟期ですね。さまざまな産業が飛躍的な進歩を遂げました。鋳鉄や鋼といった新素材が建築で使われるようになった時代でもあります。イギリスに世界初の鉄橋が架かりました。祖父の代から始まり孫の三世が実現させるという壮大な計画だったとか。はあ、ロンドン万博のためにアルバート公が作らせた水晶球も有名です。全面ガラス張りの鉄骨作りが当時は斬新すぎてめちゃめちゃ不審になられたそうです。アルバートに水晶の宮殿、三世が実現、どうかしましたか。いや、ちなみにビクトリア女王はアルバート公との結婚式で純白のウェディングドレスを着ています。それまで式のドレスに白というイメージはなかったため民衆に強烈な印象を与えたそうです。女王は純白を定着させた立役者であり象徴と言われているのですが、夫のアルバート公が創生してからは生涯を喪に服し真っ黒なドレスしか着用しなかったという話は有名ですね。闇の線、ロンドンの街は労働者、待て待て、強引に終わらせるな。知識とは甘美なもの、時に人を狂わせます。今本当に知るべきは何か、選択を間違えてはいけません。オッケー、漆黒のヴィランズの考察を続けてくれ。ビクトリア時代の話を続けますね。ロンドンの街は労働者であふれ工場のスモッグに包まれます。貧富の差が激しく公害が凄まじかったという闇の部分もあったようですが、産業の成功は利益を生み多くの中産階級を生み出します。郊外に大きな家を買ったものも珍しくないそうです。子供が10人以上なんて家庭も少なくなかったとか。へえ、みんな郊外に住んでたの。いえ、労働者階級は長屋に住んでいたそうです。風呂なし、キッチン共同、洗濯は裏庭って感じで暮らしは貧しかったそうですよ。上流階級は普段は郊外で過ごして多忙な時期は都心の別邸で生活したそうです。こういう縦長の家で暮らしました。あんまりお貴族様のお屋敷って感じしないね。都心は人が密集してるせいで土地がないので上に伸ばしていったんですって。中はすごいですよ。ほう、ここはビクトリア朝よりも少し前に建てられたものです。壁の装飾が古代ギリシャ様式のリバイバルですね。さっき言ってた新古典なんちゃらってやつ。そうですね、ビクトリア朝に入る前古代ローマの遺跡が見つかったりして過去の建築が注目を集めてたんです。古典リスペクトの真っ只中でした。そしてビクトリア朝に入ると今度はゴシック建築にスポットが当たります。中世で教会のために設計されたゴシックは芸術として捉えられ様々な形でリバイバルが乱立するようになります。代表的な建物だと国会議事堂が挙げられます。火災で焼けた宮殿を再建するにあたって当時流行していたゴシックリバイバルで建て直したそうです。ゴシックって黒と赤で染まるあれじゃないの。撮影スタジオのゴシックと建築のゴシックは別ですね。中世のゴシック建築だとケルンの大聖堂とかノートルダム大聖堂が有名です。尖ったアーチや骨組みが交差する天井、むき出しの梁などが特徴です。うわ、あのロンジェン、14で例えてくださいよ。イシュガルドのゴシックモチーフですね。これらは本来建物が自重で崩れないようにする補強のための構造でした。しかし建築技術が向上したビクトリア朝はこのように補強する必要がないわけです。なので装飾だけ抜き出して芸術として採用することも珍しくありませんでした。側だけゴシックってことですね。ふん、ストロベリーヒルハウスという邸宅があります。ビクトリア朝より少し前に建てられたものでゴシックリバイバルの先駆けと言われてます。へえ、ゴシックってこんな感じなんだ。いえ、これはゴシックを再解釈したゴシックリバイバルです。もともとのゴシックはここまで派手じゃないです。作る人の好みによりますが極まるとこれくらい派手になったみたいですね。ああ、 FF7 と7リメイクみたいなこと。わかるようではからん例えですね。原点主義者にとってはオリジナルこそ至高ってことでしょ。まあ7の話はいいんですけど、14の外装だとクルザン系がゴシック調ですね。あとはアンビルとかフォージもぽいです。産業革命って感じしますね。ハーフティンバーはまさにゴシック後期の代表的な建築です。こいつをリバイバルした建物もビクトリア時代にあります。ちなみにイシュガルドにもあります。結構そのまんまだね。このようにゴシックリバイバルは当時の最先端だったわけです。尖ったアーチや四つ葉のクローバーのようなデザイン、揺らめく炎のような装飾が見て取れます。あと装飾タイルがよく使われました。タイルってお風呂場に貼るやつのこと。そうです、もともとのゴシックでもタイルが使われていたのですが、産業革命による大量生産と新たな装飾技法の発見によりパワーアップして普及したんです。こういった模様付きのタイルがアートを飾る感覚で玄関や暖炉などによく貼られました。これが根強い人気となり装飾タイルはビクトリア時代を通して使われることとなります。へえ。ただ14にはタイル家具がほとんどないです。ダメじゃん。
トロピカルパーティションにちょっとだけついてるタイルとかそれっぽいですけど、うまく使うには工夫がいるでしょうね。と、ここまでゴシックリバイバルの話ばかりしてきましたが、すべてがそうだったわけではありません。ゴシックが注目されるより以前から古代ローマは注目されてましたし、後には他の様式のリバイバルも流行りました。クイーンアン様式で作られた家具とかよく見かけます。何それ？アンティークといえばくるんとした猫足が思い浮かびますよね。いや、あれです。こういった曲線的で華やかなデザインは貴婦人型に受けたそうです。めっちゃ埃たまりそうだね。掃除大変だったでしょうね。こっちがゴシックリバイバルの椅子で、こっちがクイーンアンリバイバルの椅子です。へえ、全然違うね。同じ時代に全く方向性の違う様式が混在してたわけです。さらに時代が進むとルネサンスなどなど他の様式も再評価され、それらのリバイバルも次第に始まりました。ルネサンスがわからんのよ。もっと言えばエジプトやら中国やら日本やら異国の文化すらもイギリスは受け入れていました。え、このようにこの時代はたくさんの様式を取り込み、インテリアが多彩となった時代だったのです。結局ビクトリア様式ってのは何なんだ？つまりですね、ありとあらゆるものを取り込んだ時代がビクトリア朝で、クラシックという枠をはみ出さなければ、まあビクトリア時代だからなと納得するしかないくらい何でもありな時代だったということです。様式にこだわらなくていいのでハウジングしやすいってわけです。クラシックの集大成とも言えますね。逆にイメージしづらいんだけど。それじゃあもっと整理しましょうか。内装を見ていきましょう。イギリスのデザインはフランスやイタリアと比べると落ち着いてます。シックな色合いや上品なデザインが好まれたそうです。ビクトリア朝では様々な様式のリバイバルが乱立しましたが、後期へ向かうほどに落ち着いたものへ洗練されていったとされます。もっと細かく見ていきましょう。まずは壁です。ビクトリア時代よりも前の16世紀イギリスではウッドの壁が主流でした。木のパネルを壁に貼り付けています。時代が進むほどウッドよりも漆喰で覆われるようになります。19世紀のビクトリア時代にもなると、そこに色が塗られたり壁紙が貼られるようになりました。豪邸ともなれば大理石を貼ったりもします。お金かかってそうだね。ではウッドは絶滅したかというと、そうではないです。ダイニングルームのような格式ばった部屋では未だにウッドのパネルが使われ、シックな雰囲気をかたどりましたし、あえて昔の建築をリスペクトして鏡板を貼る家もありました。つまりどうしたらいいんだい？好きにすればいいってことです。シックにしたいなら暗い色のウッドを使えばいいですし、ナチュラルにしたいなら明るい色のウッドを使えばいいです。リッチにしたいなら壁紙や大理石を貼るというわけです。はあ、さらに細かく見ていきましょう。クラシックの壁といえばモールディングですね。何それ？壁とか天井が盛り上がってる装飾見たことありませんか？あれです。デコボコにして影を作ることで壁を立体的に見せる手法です。ビクトリア朝のモールディングはこれまた古典リバイバルの影響で多したようです。古代ギリシャ、ローマをモチーフとした柱や梁の装飾とか、花綱飾りで飾られた家もありますし、ロココ様式のロカイユ装飾のように華やかなデザインが施されたものもあります。ワードでマウント取るのやめなよ。この辺の話かなり複雑なんで、とりあえずつける位置だけ覚えとけばいいと思います。モールディングをつける位置はこんな感じです。床と壁の接点や壁と天井の接点、窓や暖炉の縁や扉の縁といった役割の違う者同士が接する部分に基本的に用いられます。へえ、こういうモコモコした壁を自作すればいいってことかい？いえ、ラベンダーベッドの壁や天井はシックな色合いをしてますし、イギリスのイメージにも通じます。そのまま使えると思いますよ。ラベじゃないと無理ってこと？いえ、ウッドの色に合わせたスタイルを選べばいいです。ミストビレッジならフランスとかイタリアみたいな華やかなクラシックに合うでしょうし、ゴブレットビュートならエジプト様式を取り入れたクラシック、リージェンシー様式とかアールデコ様式と相性が良さそうです。白金なら文明開化で西洋化した明治以降の和洋折衷なクラシックが作れるでしょう。エンピレアムなら石壁や古木が16世紀のイギリスっぽいです。チューダー様式やエリザベス様式と合いそうです。どうしてもダーク系のウッドにこだわりたいならシュラウドパーティションやシュラウドピラーで囲ったりと壁も設置すればいいです。他だとマーブルパーティションなんかも大理石の装飾がついててクラシックですね。あんまりモコモコしてないけど。もっと装飾したいなら自作するしかないです。家具を組み合わせればこんな感じにもできます。ベースはステージパネルです。下から見ていきましょう。床との接点は浮かせた白金食器棚です。その上は浮かせたブックシェルフシークレットパーティション、ここのシュラウドカップボードは置いただけです。中央のモールディングは縦のラインがシューズシェルフで、
横のラインがフィッシングロッドスタンド2つです。その上は浮かせたシュラウドカップボード、裏向きにしたデモンズウォールの彫像に、一番上はチーズシェルフです。いかにもクラシックに仕上げてみました。設置数はがっつり削られます。浮かせしてるじゃん。そうですね、君はやっちゃダメです。もっと簡単なのないの？ザナラーンブックシェルフを並べるだけでも鏡板の壁っぽくできますよ。いや浮かせしとるやん。何ですか、さっきから突っかかってきますね。君が浮かせ禁止言ったんじゃないか。チーズシェルフみたいな棚系の家具を裏向きで置けば腰壁っぽくすることができます。置くだけなのでお手軽です。そうそう、そういうのもくれよ。モールディングはそんな感じです。次に壁の色です。漆喰の上からペンキで塗ることが多かったそうです。ビクトリア朝の前半は濃い赤色が人気でした。額縁の金箔と相まってゴージャスな雰囲気が出ます。他にはライラックやブラウン、テラコッタカラーなどもよく使われました。中期になるとオリーブグリーンやワインレッド、ブラウンやブルーなどが使われるようになります。後期には中上流階級でクリームやホワイトのような明るい色が流行しました。つまり何色でもいいってことかい？黒とか原色みたいな鮮やかな色じゃなければそんなに気にしなくていいです。あとこの時代はテキスタイルがよく使われました。何それ？壁紙とかに使う織物のことです。ウィリアム・モリスって人が代表的です。この人がいなかったらモダンデザインは生まれてなかったと言われる、なんかすごい人です。このモリスさんがデザインしたテキスタイルが流行りました。樹木や草花、鳥といった自然をモチーフにしたデザインが特徴です。モリス氏がこれらデザインを生み出したのはビクトリア朝の後期ですが、こういったデザインがこの時代はよく支持されたわけです。この時代のテキスタイルのピークがモリス氏だと思っていいんじゃないかと。おばあちゃん家にありそうだね。使い方間違えるとそうなりますね。ですが壁紙が次のトレンドになるとモダン界隈では近年言われてまして、モリス氏の壁紙を貼ったおしゃれモダンとかよく見かけますよ。へえ。ビクトリア時代だと色彩的にはグリーンやワインレッドなどの濃色のものが好まれ、ビクトリア朝も中期になると明るいゴールデンイエローやクリーム、ベージュなども使われるようになりました。フォーティーンなら内壁材にフォルタンマナーインナーウォールやクラシックインナーウォール、スルタナズブレスインナーウォールなどを貼るとそれっぽくなると思います。なお配色は部屋のイメージによっても決められたそうです。食堂や書斎など男性が主役の部屋は濃色系が好まれ、今や応接間のような女性が主役となる部屋には明るく柔らかい単色が使われる傾向が強かったです。あくまで傾向の話なのでもちろん例外もあります。部屋で男性女性とかあるの？昔はあったんですよ。今の時代にはそぐわないですけど、当時のクラシックはそういうイメージで配色されました。壁の色はそんな感じです。次は窓について話しましょうか。ビクトリア時代より以前は窓に税金がかけられていて満足に取り付けできないという時代が続きました。窓つけたらお金取られたの？数に応じて税金取られたそうです。写真みたいに壁で埋めて節税してたんですって。はい。室内はボイドのように光を失いますが、ビクトリア時代に入ると窓税が廃止されます。税金から解放された人々は思うままに窓を取り付けるようになりました。窓の数は増えましたし、このくらい大きな窓がつけられることもありました。光の氾濫だね。デザインは基本的には四角い枠が多いですが、アーチ型のものもよく見られます。フォーティーンならイミテーションカーテンウィンドウがクラシックな見た目してます。貼るだけで様になるいい家具です。アーチ型ならシンプルアーチウィンドウがいいです。残念ながらこちらは染色できません。この時代にはすでに天窓もありました。吹き抜けの階段であったりロングギャラリーなどで使われました。結構自由なんだね窓って。そうですね、鉄骨という新たな建材が増えたことも貢献してるのでしょう。こんな大胆な窓もあります。外からスケスケじゃない？家主が満足ならいいんじゃないですかね。天窓には特に決まった様式とかはなさそうでした。真四角のものから円形のものまであります。フォーティーンならマジックスカイスケープを置くだけで天窓が作れますね。角度を変えて重ねれば円形にもできます。他にはビクトリア時代はステンドグラスも珍しくなかったです。工業化で大量生産されたため一般住宅にも普及したそうです。フォーティーンにはステンドグラス系の家具が4つありますが、残念ながら全部青いんですよね。これさ、カーラインカフェみたいな暖かい色も欲しいよね。なかなか実装してくれませんよね。先日追加されたクリスタリウムオールキャノピーなら染色できるので工夫すれば使えるかもしれません。窓のデザインについてもう少し詳しく見ていきましょう。デザインは建築様式によっても変わります。ゴシックリバイバルの邸宅では先の尖ったアーチ型の窓がよく見られます。フォーティーンなら
イミテーションステンドグラスが似た形してますね。少しアレンジしてみます。これを裏向きに置いてシンプルアーチウィンドウと重ねました。こうすればステンドグラスの青い光が出ません。お手軽に重厚感のある窓が作れます。他だと筆頭新館の椅子を裏向きに置いてもゴシック窓になります。へえ。ただこれ位置調整がシビアでして、ちょっとでも甘いと右みたいになります。あとそもそもが椅子なので窓みたいに光は差しません。照明とか埋め込めば多少は明かりが出ますが、窓としての機能は期待できません。あくまでデザインとしておきましょう。あとこれはビクトリア時代より2つほど前の話ですが、パラディアン様式の邸宅ではこういったアーチ窓の左右に小さな開口部をつけたものがよく見られました。なんだって？パラディアンです。16世紀のイタリアで生まれた様式です。ベネチアに行くと見られます。これがイギリスで18世紀に流行しました。イギリスでのパラディアン様式の人気は根強く、その名残はビクトリア時代でも見られました。はあ、難しく考えなくていいですよ。そういうのもあったってだけです。シンプルアーチウィンドウの左右にイミテーションスモールウィンドウをつければそれっぽくなります。貼るだけで作れるので楽です。次は床を紹介します。床は木の板張りが多いです。邸宅ともなると木のパネルを貼って幾何学的な模様を作ります。さらに客人を招くような部屋にはカーペットが敷かれました。部屋一面みっちりとカーペットで覆われることもあります。14の床材ならシュラウドフローリングやザナラーンフローリング、クルザンフローリングなどがあります。敷物にはラージマットやザナラーンラグなどベアーラグを敷くのもいいですね。この辺りが使えると思います。ラグは部屋の中央であったりベッドなどの大きな家具の下に敷くといいです。豪奢な玄関ホールには大理石であったり先ほど話した装飾タイルがよく貼られました。14ならホワイトマーブルフローリングやリリーヒルズフローリングなんかもいいですね。例えばタイル系の床を選んでイミテーションウッドルーフウィンドウを床に沈めて木の板張りを作れば玄関だけタイル張りにしたりできます。手間のかかることしてるね。タイルの敷物が少なすぎるんですよ。それじゃ次は天井について話しますね。天井も壁と同じくよくモールディングされます。幾何学模様の細工が多いです。あとこういった丸いモールディングがよく付けられました。メダリオンって言います。ここにシャンデリアを吊るしました。当時の照明はろうそくやオイルランプだったので天井がすすでよく汚れたそうです。そのため塗り直しやすいように円盤型のモールディングを施したんですって。へえ。ビクトリアン後期になるとガス灯も普及したのですが、事故が多い、ガス臭い、ギラついてて安らげないと人気はなかったそうです。散々だね。14ならウッドシャンデリアやクラシックシャンデリア、フォルタンシャンデリアなどが使えそうです。天井を自作してみました。筆頭新館の椅子を並べて中央にマーブルインドアファウンテンを置いてます。ロイヤルな内装に合うと思います。中央を外しても使えそうですね。組み合わせ次第でこんなこともできます。マーブルパーティションをクロスさせて筆頭新館の椅子の足の部分を隠してます。壁との境目はチーズシェルフです。あと16世紀頃の壁はウッドが主流だったと話しましたが、天井も同じくウッドでした。時代が進むほどに漆喰で覆われるようになるのですが、過去の建築をリスペクトして梁をあえてむき出しにする建築家も中にはいました。君が以前に作った家がウッドでしたね。え、そうだね。チーズシェルフの底で板張りにしてブックシェルフシークレットパーティションを梁にしています。あとは天井と壁の境目にイミテーションカーテンウィンドウを入れて装飾してます。温かみのある雰囲気にしたいならこんな感じにあえてウッドにするのもいいと思います。 AI も役に立つってことだね。王妃の神様の会社が AI でアンダッシュしてるって公表されてましたね。でも君が使うのはなんか腹立ちますね。なんでさ。ところで浮かせなしの天井はないの？うん、ロフト家具はカメラが抜けるから天井に向いてないんですよね。天窓ならカメラ抜けないですけど、どちらにせよここにどうやって置くんだって話になります。浮かせをしないと置けません。だったらデフォルト天井のままでいいと思いますよ。ちなみに壁掛け家具の浮かせは倉庫に入れた家具をサブメニューから配置するだけです。簡単です。君はやっちゃダメです。はい。シャンデリアも作ってみました。御用邸の食材を支柱にしてイシュガルディアンウォールランタンを並べてます。重厚感のある部屋に合いそうです。ニームウォールランタンに変えてもいいですね。ガス灯のようなデザインになります。ロイヤルなやつもやってみました。デカダンフルーツプラターとラザハンテーブルランプを組み合わせてます。やりすぎでしょ。
ブルートジャスティスみたいになってるじゃん。やりすぎですね。ファンシーなのはどうでしょう。ヒーリングリリーフロアランプを支柱にしてシルフオールランタンをつけました。こんなの本当にあるの？花をモチーフにしたランプは珍しくないですよ。あんまりイギリス的なデザインではないですが、ないことはないです。ふん。次にドアについてです。扉板は比較的シンプルです。4枚から8枚のパネルをはめた扉がよく使われました。玄関扉になると扉の上だったり周りにガラスを張ったものも見られます。写真だと扉の上と左右がガラスになってますね。扉の周りはよくモールディングされました。基本的にはただ加工だけなのですが、豪奢な邸宅ほどこれが肉厚になっていきます。こういった古代ローマ的な装飾がされたりします。両脇に柱までついてますね。こういう三角形の屋根をつけたドアもあります。大理石で扉を囲ってリッチですね。こういうのもあります。扉板にまで金の装飾がなされています。はい。このようにモールディングを厚くしたり装飾を増やすほどに扉は豪華になっていくわけです。14では外装の扉を付け替えできます。クルザン系のアーチ型の扉とかハーフティンバーのガラス扉とかがビクトリア様式っぽいと思います。ドアの家具もあります。フェイクドアウィンドウなら貼るだけでクラシックなドアが作れます。こだわりがないならこれでいいと思います。貼るときはホワイトスクリーンかピュアパテに貼りましょう。他のパーティションで入り口を塞ぐと部屋から出られなくなります。この仕様どうにかしてほしいですね。気に入らないなら自作しましょう。フェイクドアウィンドウは裏向きに置いてます。モールディングの部分だけを使いました。扉板はウッドスラットブックシェルフです。真ん中のステージパネルは浮かせて手口を塞がないようにしてます。こうすれば自由に出入りできます。装飾は縦のラインが斜めにしたウッドスラットパーティションで、横のラインがフィッシングロッドスタンドです。真ん中はイミテーションスモールウィンドウを裏向きにしてます。ドアノブはスタールビオールゴールドサイドタイドカーテンです。これ壁はどうなってるの？腰壁はモーグリブックシェルフとハーフブックシェルフです。下から浮かせてます。こんなのもやってみました。十二神の肖像画で三角屋根を作りました。フェイクドアウィンドウは2つ左右にずらしておいてます。ファルコンバナーでドアに布飾りを貼ってマリンバで扉を装飾してます。ロイヤルな内装に合いそうですね。壁はハーフブックシェルフを下から浮かせてデモンズウォールの彫像と重ねてます。上の飾りは十二神の肖像画を並べただけです。額縁のところは横のラインがシュラウドカップボードで、縦のラインはイミテーションスモールウィンドウです。真ん中はアルフィノの肖像画とガストラの肖像画です。ほう。あと緑色のベーズの扉というものもあります。何それ？例えばキッチンから廊下に出る扉のような、使用人の仕事部屋と貴族の世界を隔てる狭間に緑色の分厚い布が貼られたんです。これは使用人側の扉に貼られました。厚地の布を貼ることで消音効果とキッチンなどの匂い漏れを防ぐ効果があったそうですが、ここから先は住む世界が違うから細心の注意を払うようにという使用人への警告の意味でも貼られたそうです。写真のようにペンキを塗った簡素なものもあったようです。好んで使うようなアイデアではないですが、使用人の世界を作りたいなどはっきりしたコンセプトがあるならあえてやってみるのもありかもしれません。知ってる人にしか伝わらないですけど、知らないとただの変な扉だよね。側に関してはこんな感じでしょうか。一通り話しましたけど、どんな部屋作ります？まずどんな部屋があったかがわからんのよ。そうですね、当時の上流階級の家にはこういった部屋がありました。客人を迎える玄関ホールに始まり、晩餐会を開くためのおごそかな食堂があります。晩餐会が終わると女性たちは応接まで歓談し、男性陣は喫煙室でビリヤードに興じました。平時には女性たちは今やコンサバトリーという温室でくつろぎ、主人は書斎でプライベートな時間を過ごしました。子育てや料理は全て使用人の仕事です。子供たちは子供部屋でほとんどの時間を過ごし、キッチンは使用人にとっての戦場でした。他にも使用人の集会所や執事室などいろいろあります。たくさんあるんだね。言うまでもないですが、ハウジングで全て作るのは無理です。作りたい部屋を一部屋だけ選ぶのがいいと思います。うん、お屋敷を作りたいわけじゃないんだよな。この時代の下層階級はかなりわびしいですよ。中流階級の家はどうだったの？そうですね、サンボーンハウスってところがあります。当時イラストレーターをしていたサンボーンさんのお宅です。ご家族の方が維持されたお金で当時の姿で保存されてます。まさにビクトリア時代の中流階級のお宅です。へえ、物量がすごいね。
この時代の裕福な家庭は品数と質で財力をアピールしたそうですが、ここは特に多いですね。自宅が仕事場でもあったのでかなりごちゃついてます。こちらは応接間です。様々な様式の家具が混在しています。壁にはウィリアム・モリスのテキスタイルが貼ってありますね。暖炉にはギリシャ風なモールディングがされ、ビクトリアンタイルが貼ってあります。センス型のファイラースクリーンや日本的な屏風も置いてあります。東洋趣味もこの時代の特徴ですね。いや知らんけど。こちらは書斎でしょうか。天井もすごいね。モールディングが見事ですね。円盤型のメダリオンもついてます。あそこにペンダントランプが吊るされたのでしょうか。ここは寝室ですね。ベッドの奥に洗面台があるよ。あそこで顔を洗ったのでしょう。なんで寝室に水道？上下水道ができたのがビクトリア朝の後期なのですが、それまでは水がめから桶に注いで顔を洗ってました。専用の台があって寝室によく置かれたんです。へえ。寝室に水道があるのはその名残でしょうね。お風呂とかどうしてたの？こういう桶に水張って入ってました。水道ができてようやくバスルームが生まれたんですけど、浴室って概念がまだ曖昧なんで、暖炉の前に風呂を置くこともあったようです。へえ。トイレは？知らない方がいいこともあります。いや教えてよ。これです。え？コモドっていうこういう箱がトイレでした。開いたら陶器の桶が入ってます。これを取り替えるのも使用人の仕事だったそうです。わあ。まあともかく極まった中流階級のお宅がこんな感じです。あとは今もありますね。サンボンハウスには応接間、居間、食堂、書斎、ベッドルームなどがあります。あとはキッチンやメイドの部屋なんかもありますね。なんだろう、急に地味になったね。中流階級にせよ貴族にせよ、上等な部屋をしつらえるのは客人に対して財力を示すためでもありました。見栄を張ってたんですね。実はお金を持て余してたというわけでもなかったりします。なので使用人しか使わない部屋は驚くほど質素だったりするんです。キッチンにシャンデリアぶら下げても意味ないですからね。悲しいね。何作ります？他の家も見てみたいな。そういうかと思いまして、僭越ながら僕の方でいくつか見繕っております。一つずつ紹介しますね。君はいつも用意がいいな。エントリーナンバーは、え、ワデスドンマナ。ビクトリア時代に16世紀イタリア風のルネサンス様式で建てられた邸宅です。こちらの応接間は赤とダークブラウンがメインカラーとなってます。そこに散りばめられたゴールドも相まってツヤがあって美しいですね。14で再現するならこの辺りの配色がいいと思います。チョコレートブラウンがぴったりですので、ラベンダーベッドの壁や柱のブラウンとは若干差があります。こだわりたいなら壁も自作しましょう。壁紙はユールモアインナーウォール、床材は御用邸のフローリングがイメージにありますね。グリーン系を2つチョイスしてますが、こちらは入れるとしても小物に散らす程度、ほんの数パーセントがいいです。エントリーナンバーはハイクレアカーセル。ビクトリア時代にゴシックリバリバルで改装された邸宅です。イギリスのテレビドラマダウントンアビーのロケ地として有名です。こちらは応接間と思われます。壁紙のターコイズカラーが魅力的ですが、残念ながら14にこんな壁紙はありません。ですがマーブルパーティションをターコイズグリーンで染めればイメージは近づきます。デフォルトの壁は合わないので隠した方がいいでしょう。金の装飾を散らせてゴージャスな雰囲気にしましょう。ピンクはアクセント程度に入れると良さそうです。あとは部屋を目いっぱい明るくすればそれっぽくなります。エントリーナンバーは、なんでずっと1なの？すべてがオンリーワンの輝きです。ホワイトウィックマナー、ウィリアム・モリスを中心とする芸術家集団が手掛けた建築の一つです。モリス氏は工場の大量生産がもてはやされることに疑問を抱き、職人が丁寧に作ったものこそ正しく評価されるべきだと主張しました。その声に触発された人たちが作った建物はアーツ&クラフツ建築と呼ばれます。職人が重用された時代、つまり過去の建物をリスペクトして作ってるので解雇主義的な側面が強いです。あれ、でもさ、昔の建物作ってるんならさ、他のリバイバルとやってること一緒じゃん。なんでこの家だけそのアーツなんちゃらって呼ばれるのよ。古きを知った上で職人芸を生かして新しいことをしようっていう試行錯誤がたくさんされたんです。結果的に他にないくらい前衛的に仕上がってるんですよね。なのでビクトリアン建築の中でもひときわ異質です。こちらは応接間です。壁にはテキスタイルが貼られ、ウッドはダークブラウンで統一されています。天井には化粧漆喰のモールディングが見られますね。14で再現するならこの辺りです。ぴったりの壁紙がなかったので強引に作ってます。リビングウォールアイビーが汚らしいと感じるなら外してもいいです。壁はラベンダーベッドのデフォルトでそのままいけそうですね。天井は自作して白にしてもいいですし、そのままでもいいでしょう。エントリーナンバーはシャーロック・ホームズ・ミュージアム。アーサー・コナン・ドイルの小説から、
ホームズの暮らしを忠実に再現した博物館です。建物は19世紀に実際に利用されていたもので、そこにビクトリア時代のアンティーク家具をたっぷりと並べてあります。当時の中流階級の暮らしを知る上で良質な資料です。14で再現するならこの辺りです。赤とブラウンで統一すれば落ち着いた空間になります。壁紙はフォルタンバナーインナーウォールが似てますね。なんか写真と違くない？そう思うでしょう。こちら別の視点での写真です。あ、こっちなら似てるね。撮影マジックでございました。でもさっきの写真みたいにすることもできますよ。部屋の照度をゼロに落としてオレンジ系の照明を置けば再現できます。ググラフロアランプがおすすめです。こいつは壁の裏に置いても光が突き抜けるので演出に使えます。壁の裏にググラランプを置いていけばこの雰囲気にできますよ。エントリーナンバーはレイトンハウス。ビクトリア時代に画家として大成功したレイトンさんのお宅です。ここは玄関ホールです。タイルがふんだんに使われてますね。柱の装飾はまさに新古典主義ですが、レイトンさんがラジサ宮殿っていうアラブ建築にハマってたそうで、エキゾチックな要素がミックスされてます。混沌としたビクトリアン建築の中でも特に個性的なお宅です。14で再現するならこの辺りです。デフォ壁をそのまま使うのはちょっと厳しいかもしれません。ポルタンファイアプレイスを横向きに並べて大理石調の壁にすればテイストが近くなると思います。壁紙と床にはタイル調のものをチョイスしました。鮮やかなターコイズブルーと落ち着いたロータのブルーをうまくミックスして色のバランスが取れればいい感じになりそうです。エントリーナンバーはヘラウッドハウス。こちらは18世紀ジョージアン様式の建物ですが、面白いので紹介します。天才デザイナーロバート・アダムが手がけました。ここはミュージックルームです。アダムさんはイタリア発祥のパラディアン様式を独自に解釈してアダムスタイルという新たなスタイルを確立しました。当時では珍しいグレーで統一された部屋だったり、パステルカラーで塗りたくったような個性的なお宅をたくさんデザインしてます。この邸宅は家具デザイナーのチッペンデールさんと共同で設計したそうです。この人もチッペンデールチェアとか有名でして、ビクトリア時代にもよく使われました。14で再現するならこの辺りです。ラベの柱は隠した方がいいでしょう。マーブルパーティション系の壁とかシルフ系の家具が相性がいいと思います。難易度はとても高いですが、うまく作れたら唯一無二の存在感となるでしょうね。エントリーナンバーはブッキングオフィス1869。9と4分の3番線で有名なセントパンクラス駅と隣接するバーです。あれってキングスクロス駅じゃないっけ？映画のロケ地がセントパンクラス駅でした。ややこしいですね。ここは家ではないですが僕が好きなので紹介します。甘いチョコレートブラウンの中に輝くようなターコイズカラーが印象的です。建物はビクトリア時代のものですが、内装はモダンに改装されてます。クラシックモダンに当たりますね。14で再現するならこの辺りです。甘めのブラウン系を組み合わせるといい感じになりそうです。ターコイズブルーはバランスを見ながら上品に使えるといいと思います。壁も自作した方がいいですが、ラベのデフォルトでもなんとかなるかもしれません。実物はレンガなんですけど、14のレンガはいまいち使いにくいので代わりにランダムウッドインナーウォールを貼ってみました。こちらの方が色のバランスが取りやすいと思います。植物のグリーンとすごく相性がいいですね。エントリーナンバーはケープスソーンホール。火災で焼失した18世紀の建物をビクトリア時代に再建したものです。こちら現在はホテルになってまして、結婚式が開かれたりもしてます。ホテル化して宿泊できる邸宅って実は結構あるんですよね。そういうところは現代的にリフォームされることがあります。モダンに飼いならされた我々の美的感覚に刺さりますね。14で再現するならこの辺りです。デフォの壁は合わないので隠しましょう。マーブルパーティションで囲って天井も例えばマーブルアルコーブベッドなんかで真っ白にすると良さそうですね。まだまだいくらでもありますが、さすがにやめましょうか。それで何作ります？おすすめある？ドローイングルーム、応接間はどうでしょうか。日本語にすると堅苦しい印象がしますが、真逆です。ダイニングルームでのかしこまった食事を終えた後で女性たちが集まってアフタヌーンティーをした部屋です。リラックスしておしゃべりができるように砕けた雰囲気のインテリアが望まれました。女主人がこの部屋をコーディネートする役割を担っており、専門のハウツー本まで出ていたそうです。へえ。玄関入ったら応接間があるってぶっちゃけおかしいですけど、気にしてたら玄関ホールしか作れませんからね。こんな間取りにした公式に文句言ってください。じゃあそれで。わかりました。ではここからは応接間によく置かれた家具を紹介していきますね。私はいつハウジングできるんだ？それじゃあまずは暖炉を置きましょう。暖炉か、日本じゃ馴染みがないな。イギリスでは暖炉が部屋の主役と言っても過言ないです。必ずと言っていいほど置いてあります。そうなんだ。
暖炉の数がステータスと言われたくらいでして、邸宅ともなれば一部屋に一つはありますね。一部屋に二つ置いてるところもあるほどです。ここ家というか宮殿じゃない？イギリス王室の家ですね。人目につくエリアの暖炉はとにかく豪華です。なんかすごいね。こういった暖炉を中心にした一帯をマントルピースと呼びます。14ならイシュガルディアン・インポージングシェルフがまさにマントルピースです。これって暖炉なの？多分違います。でも形はまさにマントルピースです。ゴシック調ですね。なぜか染色できないがっかり家具ですが、オンリーワンの存在感があります。御用邸の豪奢な暖炉もクラシックですね。こっちなら染色できます。あとはフォルタンファイアプレイスもいいです。白地に金の装飾は大理石とか漆喰の壁に合うでしょう。暖炉の上は小物で飾ります。例えばこんな風に御用邸の暖炉を壁付けにして時計とかオルゴールのような小物を置いたり、壁に絵画や照明をかけるだけでもマントルピースは作れます。へえ。この時代は日本や中国の工芸品が流行っていたので、壺や皿といった陶磁器やうちわなんかを飾ることがよくありました。14なら土間や品菓子系の和小物がたくさんありますので、こういったものを置いてみても面白そうです。暖炉の上に大きな鏡を貼ることもよくありました。そして鏡のそばに照明を置いて光を反射させました。なんで反射させたの？部屋を明るくするためですね。現代ほど照明が優れてなかったので。ああ、確かにキラキラしてるね。まあ14の鏡にそんな特性ないですけど、自作するならフォルタンファイラプレイスを真ん中に置いて十二神の肖像画を上に貼ったら、そこに幻術光の肖像画を裏向きで重ねます。こうすれば鏡っぽくなります。さらに十二神の肖像画を横向きに配置して暖炉を飾る柱にします。あとは真ん中のステパネを浮かせれば金星風のマントルピースになります。ほう。もっと本格的に作るなら暖炉周りの床を石材に変えたり、フェンダー、柵ですね、こういったものをつけるといいです。暖炉の両脇を絵画で飾るのもいいです。他にも椅子とかベンチを壁付けに置いてみたり、ディスプレイスタンドにテーブルランプを置いて両脇を飾っても雰囲気が出ます。棚を壁付けに置いてもいいです。ガラスケースのキャビネットであったりテーブルを置いてコレクションを飾ることもあります。ただ置いただけですけど、これでも雰囲気出ますね。自作してみました。右の棚はシルフダイニングテーブルを浮かせただけです。こんな風に同じテーブルを上下で並べれば棚ができます。左の棚はシュラウドカップボードを地下から浮かせてハンギングキッチンキャビネットと重ねました。ビクトリア時代のサイドボードにこういうデザインがあったので真似してみました。どちらも設置数2つでできるんでお手軽です。へえ。ビクトリア時代の暖炉は石炭が主流でした。コールボックスという石炭入れを暖炉のそばによく見かけます。アイスボックスを置くだけでそれっぽくなりますね。こいつが冷蔵庫として使われてるの見たことないんだが。19世紀頃のアメリカで生まれた冷蔵箱がこれにそっくりですね。イギリスで使われてたかはちょっとわかんなかったです。まさかマジに返されるとは思わなかったよ。コールボックスの話に戻りますね。こういうチリトリみたいな形のやつもあります。さすがにこんな家具はないので自作しました。愛蔵品キャビネットを地下から浮かせて白金オケアンドンを持ち手にしてます。ただコールボックスを知らない人にはこれが何なのか伝わらないでしょう。だろうね。薪木のログラックでも置いた方がいいかもしれませんが、こういうよくわからないディティールを積み重ねることがリアリティを高める要素になるかもしれません。神は細部に宿るっていうしね。それ言ったのモダンの建築家ですけどね。あと暖炉の近くにはファイヤースクリーンを置くのもおすすめです。何それ？こういうのです。暖炉の熱風から顔を守るための仕切りです。こんなので役に立つの？どちらかというと飾りとして置いてます。実用性より装飾の役割が勝ちました。タペストリーとか絵画みたいな家を飾るインテリアに近いです。14でやるなら御用邸の譜面台に事件屋の肖像画を合わせると作れます。ヒルディを隠したいならバタフライスペシメンを裏向きに置きましょう。事件屋に何の恨みが？顔が強すぎて。このタイプのファイヤースクリーンは暖炉の左右に置くといいです。暖炉の前には椅子やテーブルを置いてくつろげる空間にします。応接までは座面が低くてクッションがついてるようなゆったりと座れるものが好まれました。御用邸のソファーとか白金椅子がそれっぽいです。こんな感じにファイヤースクリーンを挟んでおくとリアリティが出ます。グランドチェアもいいですね。クイーンアン時代に流行ったウィングチェアにそっくりです。染色が残念ですがまさにクラシックですね。他だとチョコボチェアもいいです。くるんとした猫足がクラシックです。華やかな内装に合いますね。あとイギリスの暖炉といえど常に火を入れてたわけではないです。
夏場のオフシーズンは使わないので、デコレーションの舞台となりました。鉢植えを置いたりだとか、ロダナに布をかけて覆ったりだとか、そういう楽しみ方がされたそうです。自作してみました。クッキングストーブの炉口を暖炉にしています。両サイドはトロピカルパーティションで挟んで、ビクトリアンタイルっぽくしました。サイドの柱は筆頭新館の椅子を横向きに置いてます。炉口の上は、裏向きに置いたフェイクドアウィンドウと、浮かせたシャーレアンデスクです。上には進学院の本棚を置きました。壁は？下から浮かせたマーブルパーティションで幅木を作ってます。青いところは浮かせたステージパネル。モールディングは裏で置いた、ハンギングルアーディスプレイです。チェアレールはシュラウドカップボードを置いただけです。石壁はラザハンブックシェルフです。こいつの金の縁が邪魔なんで、プリズンパーティションとマジックランドスケープで隠してます。さらにデコレーションしてみました。炉口をサイドタイドカーテンで覆って、植物やランプで周りを飾ってます。作っといてなんですけど、あんまりイギリスっぽくないです。そうなんだ。地中海とかその辺っぽいかも。まあいいんじゃない？こんな感じに、あえて火を入れない暖炉を作るのも面白いと思います。暖炉について一通り話しましたが、もう一つ、コージーコーナーを作るのもいいです。何？スイーツ売ってるところ？こういうのです。暖炉の脇にベンチを置いて、くつろげる空間にしたものです。イングルヌックとも言います。こんな感じに、脇に椅子を置くだけでもできます。気負わずに作れるのがいいですね。自作してみました。ポータルドパーティションを地下から浮かせれば、くぼみを作れます。あとは暖炉とベンチをお好みで置いてください。これはロンカファイアプレイスと、ラスティックログベンチを置いてます。サイドの壁は、白金食器棚と、ウッドスラットパーティションを下から浮かせてます。鏡板を張った腰壁っぽくして、イングルヌックと馴染むようにしました。こちらは浮かせなしです。部屋の角に、マーブルアルコーブベッドとフォルタンファイアプレイスを直角になるよう置いてます。これでも十分成立しますね。ちなみにコージーコーナーは、窓際に作ってもいいです。手窓に腰掛けを合わせれば、リラックスできるスペースが出来上がります。自作しました。ピュアパテでくぼみを作って、外側はステージパネルで囲ってます。足元の大理石はマーブルパーティションです。下から浮かせてます。窓はクラックドアーチウィンドウに、マジックランドスケープを重ねました。こうすると窓枠だけ使えて、日差しも差します。窓枠をきれいに出すにはちょっとコツがいるんですけど、こんな感じです。微妙に角度をつけてるのですが伝わりますかね？全然わからんね。そうですか。壁のモールディングは、イミテーションロングウィンドウを裏向きに置いてます。シュラウドカップボードは置いただけです。こちらは浮かせなしです。ベースはシュラウドキャノピーベッドです。後ろの壁はカーブマーブルパーティションです。窓はシンプルアーチウィンドウを張ってるのですが、このパーティションは壁掛け家具が貼り付けできないので、間にピュアパテをかませてます。段差は白金用段ストラスティックログベンチ。壁はシュラウドカップボードとハーフブックシェルフです。少し脱線しましたが、暖炉周りはこんな感じです。影見くん。なんです。もう随分話したが、まだ暖炉しかできてないぞ。実は暖炉周りができればほぼ完成なんです。え？そうなの？これ、今まで話したことをベースに、僕がアパルトに作った部屋なんですけど、これだけでも成立するんですよね。自分だけ浮かせしてずるいと思わんか？別に。応接間って行こうための場所なんで、眠るとか仕事するだとか、具体的に何かする部屋じゃないんです。暖炉を中心に椅子やテーブルを並べて、囲うようにして歓談するっていう、エンタメの部屋なんです。客人を楽しませるために、ふんだんにギルをかけた部屋。それが応接間です。なのでここからは飾り付けの時間になります。どんな娯楽を用意して、どんな品を飾ってもてなしたのか、女主人の本名が問われた時間です。ほう、なんか大変そうだね。簡単ですよ。応接間は緊張から解放されるための部屋なので、形式ばったものは避けられる傾向が強かったんです。そのため家具は自由に配置されることが好まれました。難しく考えずに、置きたいとこに置いていいってことです。へえ。というわけで家具を置いていきたいのですが、その前に押さえておきたいことがあります。なんだい？応接間では、あらゆるものがドレープで飾られました。ドレープ？飾り布のことです。カーテンもこれに当たります。窓にはよく、ひらひらと装飾的なカーテンがかけられました。さらにカーテンの上には、カーテンレールを隠すための覆いも、加えて付けられました。14だと、この4つが使えそうです。ステージカーテンは飾るだけでリッチになりますし、サイドタイドカーテンは、窓以外にも使える汎用性があります。シンプルカーテンとスワッグバランスカーテンも、組み合わせればこんな使い方ができます。ダイニングルーム風です。浮かせなしで作ってます。窓はイミテーションスモールウィンドウを並べただけです。これだけでもクラシックは作れます。先ほど作った出窓にも、カーテンをかけてみます。
サイドタイドカーテンを左右に配置しました。さらにバンケットラウンドテーブルを浮かせてカーテンレールを隠すための覆いにしました。さらに装飾します。出窓全体をモールディングしました。上はクラシックドレッサーで、サイドはグランコスモスパーティションです。装飾が増えるほどリッチになっていきますね。ほう。こちらはテラス窓です。サイドタイドカーテンとステージカーテンを組み合わせて外側のドレープを作り、ファルコンバナーをカーテンレースに見立てました。窓はシンプルアーチウィンドウ、下の板張りは裏向きのピクチャーフレーム G2 です。上のフレームはマホガニーバンクベッド、サイドはプリズンパーティションです。奥の手すりはストーンステップとログラックです。ちなみにテラスはセイブザクイーン風隕石で上から照らしてます。加えて右からグブラランプなどで照らして夕焼けを演出してます。奥行きがあるね。部屋から外が見えると空間に広がりができていいですね。少し話がそれましたが、こんな感じで部屋のあらゆるものに布がかけられました。これまで紹介したドアとか暖炉にもちょこちょこ布をかけてたのはこのためです。これから応接間にいろんな家具を置いていきますが、何かと布をかけていきますね。ということで椅子とテーブルを置きましょうか。写真みたいに円を描くように配置されることが多かったです。暖炉を中心に配置すれば作りやすいと思います。グループ分けするように小さな円をいくつか作る場合もありました。椅子は座面が低くてかつクッションタイプのものが好まれました。さっき暖炉の時に話しましたね。そうだね。あとこういう寝っ転がれる椅子がよく置かれました。14ならフォルタンテの椅子とかそうですが、ハウジングにないです。フォルタンテの家具全部実装してほしいですね。強欲すぎんか。家具をご提供いただけるエドモン伯爵をお待ちしております。ご用邸の長椅子とか白金長椅子もいいですね。似たデザインのものがあります。自作しました。浮かせなしです。サザンカウチを壁に埋めて背もたれに見立てて、ラザハンベッドを置いて座面にしました。いいけどごっついね。もっと足がほっそりした椅子は作れないの？正直きついです。椅子の自作って足を潰さないとなかなか作れないんです。ちょうど品デザインコンテストの受賞作に寝椅子があったので、そちらの実装を待ちましょう。あと個人的にチェスターフィールドのソファーがずっと欲しいです。これもビクトリア時代を代表する家具ですが、自作するのは辛いです。こちらも受賞作にありましたので、いつか実装されるはずです。この時代はこういう椅子もありました。コートシップチェアだとか会話椅子とか呼ばれる、隣り合ってお話しするための椅子です。受賞作にありましたので期待して待ちましょう。受賞作に詰まりすぎじゃないか。みんなこういう椅子がずっと欲しかったんでしょうね。そういえば君も応募してませんでしたか？20通送って全部落ちたよ。話がそれましたけど机も紹介します。応接までは小ぶりで軽やかなテーブルが割と見られます。写真はダイニングルームです。こういった長机はあまり見ません。丸いものから四角いもの、彫りの入った手の込んだものまでいろいろあります。14ならこの辺りが使えそうです。ドレープで飾られたテーブルは応接間と相性が良さそうです。この辺りは小ぶりで使いやすいですし、彫り込みが華やかで見栄えもいいです。この辺りなら重厚的でゴシックな雰囲気に合いそうです。この辺りは癖が強いので扱いは難しいですが、ワンポイントとしてうまく使えば花が出そうです。こういうのもあります。コンソールテーブルっていう壁付けにして使うテーブルです。ご用邸のタクシーを壁に埋め込めば再現できます。お手軽です。こういうのもあります。小スペースで使えるように折りたたみできるテーブルです。広げた時に支えるための足がついてます。自作しました。シュラウドドロワーテーブルにご用邸の譜面台をつけました。クラシックな佇まいですね。モダンで置かれるようなコーヒーテーブルはこの時代珍しかったです。何それ？ローテーブルのことです。コーヒーを置くための低いテーブルです。と言っても全くなかったわけではないので、必要なら置いていいと思います。机はそんな感じです。次は棚についてです。基本的には暖炉の時に話したことと同じです。コレクションを飾るための棚や机が壁付けに置かれました。ワットノットという棚があります。コレクションを飾る目的で作られた細身の棚です。デザインは自由度が高くて幅が広いです。コーナーに置くタイプもあります。こういうのを自作するのもいいですね。14ならオープンシェルフがあります。これをそのまま置いてもいいですが、染色できないのがネックです。あとでかいですね。ワットノットを自作しました。シュラウドテーブルだけで作ってます。ここに花とかランプなどを置くといいと思います。そしてここを中心にしてプリティーコーナーを作るのもいいです。君からプリティなんて言葉が出てくるとはな。部屋の角を可愛らしく飾ること、そう呼んだそうですよ。椅子やソファ、小物や絵画を置いたり、
写真のようなドレープを部屋の角にかけたりしたんですって。やってみました。ワットノットを中心にステージカーテンで囲い、イーゼルや椅子を置いて飾ってみました。こんな風にして地味になりがちな部屋の角を装飾したそうです。へえ。壁はラノシアンフリーパーティションを下から浮かせてブレッドシェルフと重ねてます。上の白いところはステージパネルです。棚はこんな感じですね。次はピアノを置きましょうか。意外だな。楽器弾けたのかい？応接間によく置かれたんですよ。ピアノを置けるということが家庭の裕福さを語るステータスとされた時代でした。これを女主人が客前で弾いてもてなしたんです。だから女性はピアノ弾けないといけなかったそうですよ。お金持ちならではの苦労ってやつかね。グランドピアノが理想とされたのですが、中流階級には高嶺の花だったそうで、安価なアップライトピアノが最も普及しました。写真は最高級のアップライトピアノです。矛盾してないか。14ならグランドピアノが手軽に作れますので、これをそのまま置いてもいいですね。あえてアップライトピアノを自作するのもいいです。レシピを公開されてる方がおりますので真似させていただきました。作るのに少し高さがいりますが、完璧なデザインです。これを超える出来のものは当分出ないでしょうね。これをアンティーク調にアレンジしてみました。この3つで装飾してます。花がすごいな。ピアノにもいろいろ載ってるし。かなり大げさに飾ってますが、ピアノの周りはデコレーションの舞台でした。手元を照らすための照明をはじめ、写真立てや花瓶などの小物を置いたり、ドレープをかけることもあったそうです。ピアノに花瓶置くの怖いな。水こぼしたら悲惨だったでしょうね。グランドピアノも飾ってみました。バラがすごいな。ローズウォールプランターを3つ浮かせてます。壁は？下段はポータルドパーティションを地下から浮かせて、中段は石ガルディアンキャビネットを重ねてます。上はラノシアンフリーパーティションに壁紙を貼っただけです。エリザベスのシック様式を復古したアーツ&クラフツをイメージしてみました。そういう意識高いこと言うのやめな。ピアノはこんな感じです。ところで小腹すきませんか？え？お菓子を食べたくなってきました。急に何？リテイナーに持ってこさせましょう。これはケーキスタンドです。これにお菓子を乗せてテーブルのそばに置きました。折りたたみできます。へえ。陶器のタイプもあります。かわいいね。14ならケーキスタンドとかイシュガルディアンティセットがこの部類ですね。テーブルとかカートの上に置くだけでいいです。こだわりたいなら自作しましょう。下からポールスタンドを浮かせてます。足はレイクランドチェアで、皿はスターライトレイヤーケーキです。エリクサーボトルの装飾は外してもいいです。真鍮のイメージで黄色で染めてますが、ブラウンで染めるのもいいと思います。こういうのもあります。ダムウェイターテーブルと言います。これにお茶やお酒を乗せていたそうです。3つ連なったものもあります。いかにもクラシックってビジュアルですね。自作しました。下はヴィンテージサイドテーブルです。2段目はダンスポールとドラグーンピースにエッグハントプティフールのお皿を組み合わせてます。プリンプディングのお皿でも代用できます。ここにワイングラスとか置いてみるといいです。こういったものがあると華やかになりますね。ラウンドテーブルにもお茶やお菓子を置くと優雅になっていいと思います。ティーセット系の家具であったりクッキーやソートなんかを置いても良さそうです。やけにお茶菓子の家具多いよね。内部にお茶会マニアがいますね。壁はどうなってるの？横向きにしたフォルタンファイアプレイスを並べてフリーパーティションと重ねただけです。上は12神の肖像画です。窓の方は上下が浮かせたフォルタンファイアプレイスです。サイドはラザハンブックシェルフパーティションとマーブルパーティションです。窓枠は縦のラインがプリズンパーティションとダンスポールで、横のラインがスモールチョークボードです。へえ。お菓子も食べましたし、他にも応接間に置かれた小物はいろいろありますので一つずつ紹介しますね。ビクトリア時代にはこういうケースが流行りました。なんだいこれ。ガラス？オーディアンケースと言います。ビクトリア時代は産業革命のせいで空気が汚かったんで植物がすぐ枯れてしまったそうです。ところがガラスケースに入れておけば枯れないと分かり、これがブームとなりました。現代でいうテラリウムの原型ですね。ふん。異国から植物を輸入するプラントハンターという職業があります。このケースのおかげで長い航海に耐えられるようになったため、より遠方から植物を運べるようになりました。目新しい植物を求めて旅のスケールは一層広がったそうです。ハンターハンターの話してる？あったんですよ、そんな時代が。もちろん全てをケースに詰め込んでたわけではないです。貴重なものほど大事に箱にしまったんです。植物の宝石箱ってことかい？そんな感じですね。この時代のイラストを見ると熱帯植物を割と見かけます。特にシダ植物が好まれたようです。ケースサイズは小テーブルに乗るものから2メートル近い大型のものまであったとか。
14ならフラワーアレンジドケージが一番近いでしょうか。そうか。ガラスケースではないですね。自作するならアクアリウムに植物を入れるとそれっぽくなりそうです。左側から出てる泡を隠せば水槽っぽさをごまかせます。ただアクアリウムには問題がありまして、卓上家具だから台座に乗るんですよね。それはそうだろう。台座に乗せると足のところに隙間ができるので花瓶などがはみ出て見えてしまいます。なので卓上家具が乗らない家具、つまり台座判定のない家具を台座に見立てないといけません。これはトロピカルパーティションを浮かせて台座に見立ててます。トロピカルパーティションのてっぺんなら卓上家具が乗らないので水槽の足を埋めることができるわけです。さらにシンプルカーテンでドレープをかけたみたいにしました。またこの時代はアクアリウムも流行りました。とてもユニークなデザインをしてます。はい。ただこれは水槽としては欠陥です。まだ魚を育てるノウハウがなかったんですね。そのため飼育がうまくいかず、19世紀末にはアクアリウムの流行は終わったそうです。何にせよ小ぶりなガラスケースが愛された時代でした。14のアクアリウムならそのまま置くだけで使えそうです。これならちゃんと魚も育つでしょう。ケースについてはそんな感じです。応接間にはゲームテーブルもよく置かれました。名前の通りボードゲームやカードゲームをするためのテーブルです。変形して広がります。お、どうなってんの。こういうチェスのマス目が刻まれてるものもあります。14ならトリプルトライアドボードがありますけど、全部ぶち壊すくらいの存在感がありますね。先生院の製図の方が使いやすいと思います。タロットとかやるテーブルっぽくなります。チェステーブルを自作しました。エンシェントルームランプと浮かせたイシュガルディアンディスプレイスタンドを重ねてマス目を作りました。土台はラノシアンピラーです。マス目ちっちゃくない？あれです、昔あったけど廃れた謎のゲームの一つだと思ってください。強引だな。こういう娯楽を部屋に入れると砕けた雰囲気が増すと思います。あとは暖炉の時にも話しましたが、陶器のお皿や壺だとかアジア趣味の小物を飾るのもいいです。壁のちょっとした段差に置いたり棚にディスプレイすると様になります。壁には額に入った絵画を飾りましょう。下のラインで揃えて配置するとバランスが取りやすいです。ランプを壁にかけるのもいいです。高さを揃えてかけましょう。テーブルにも持ち運びできる照明があるとリアリティが出ます。照明の色はオイルランプやろうそくの炎を意識するといいです。黄色からオレンジで揃えるとクラシックな雰囲気になります。応接間については以上になります。お、終わった。がもう一つポイントがあります。よく話すね君は。小規模な家では応接間とパーラーを兼ねることがありました。パーラー？今のことです。家族が朝食をとったり親しい友人だけを呼んでお茶会を開いたりした部屋です。ふん、応接間と変わんなくない？そうですね、役割が似てるので兼用されたんです。何が違うの？家主のプライベートルームであるというところがポイントです。手芸や読書であったり楽器の練習や絵画制作といった貴婦人のたしなみにこの部屋が使われました。なのでそういった趣向のアイテムを置いていけば応接間にパーラーの要素を足すことができます。小ぶりなテーブルに朝食を乗せたりだとか、ソーイングテーブルを暖炉のそばに置き上には編み物を乗せて手芸に興じてみたりだとか、イーゼルのそばに画材を置いたりしてもプライベートな空気感が出せると思います。以上です。終わった。だいたい話せたと思います。作っていいですよ。いや、やっと作れるぜ。クラシックは色数が増えがちなのでなるべく抑える意識でやった方がいいと思います。このあたりはモダンの時に話したノウハウが使えそうです。色数は3から5色程度に抑えるとまとまります。ベースカラー7、メインカラー 2.5、アクセントカラー 0.5 の配色黄金比を意識していきましょう。他にも石焼きといった素材感や家具の高さ、形状、照明の色なども統一すると部屋にまとまりが生まれます。空間を上段、中段、下段の3つに分けて捉えて不自然に密集したり隙間ができたりしないように空間のバランスも意識していくといいと思います。君はなんだ？喋らないと死んでしまうのか？話すこと多いんですよクラシックは。できたよ。言われた通り卓上浮かせも壁掛け浮かせもやってないよ。家具の組み合わせとかも何にもしてない。本当にただ置いただけだよ。それじゃあ見ていきましょうか。ちょっと待ってくれ。1階を作り終えたところから記憶がないんだ。気づいたら地下と2階もできてたんだが、これは一体？僕が作りました。え？設置数が余ってらしたんで少し体をお借りしました。え？さっくり見ていきましょうか。ちょっと待って。え？怖。
1階は応接間ですね。1階は応接間ですね。ああ、言われた通りに作ったよ。砕けた雰囲気にしたかったから、色数は多めにしてみたよ。暖色系で統一して、ちぐはぐにならないように気をつけたよ。部屋の真ん中にマントルピースを作って、左手にはティータイム用のラウンドテーブルを並べた。奥にはプリテイコーナーを作って、くつろげるスペースにしたよ。右手にはグランドピアノを置いた。手前には裁縫をする、趣味のスペースも用意したよ。入り口は一応玄関らしくして、奥にはアクアリウムのスペースを用意した。だいたいこんな感じだよ。それじゃ、2階も見ましょうか。ダイニングルームです。赤とダークブラウンで統一して、シックに仕上げました。シャンデリアの真下にダイニングテーブルを置いて、奥には暖炉を置いてます。ここが部屋の中心だと、はっきりわかるようにしました。右手は、使用人がサーブするためのスペースにしてます。奥の扉から出入りします。階段横はギャラリーです。食後はここで、紳士たちが会話します。地下はキッチンです。使用人の仕事部屋なので、質素に仕上げました。壁に沿ってオーブンを並べています。隣は食器棚です。奥には洗い場を作りました。中央は食材を切ったりするスペースです。ここは出来上がった料理を置くスペースです。カートに乗せてサーブします。奥にはベーズの扉を作りました。ここから出入りします。ここには食材を並べてます。食料保存庫は、本来はキッチンと部屋を分けるのですが、まあいいかなと思って一緒にしました。だいたいこんな感じです。乾燥した感想でもお聞きしましょうか。作ってみてどうでした？え、そうだね。デフォルト内装っていう大きな流れがあって、その流れに逆らいさえしなければ、浮かせしなくても、ちゃんと作れるんだなと思ったよ。壁とか天井に設置数割かれないから、M なら全フロアハウジングも可能なんだね。知識はセンスを凌駕するということですね。うん。多分影美君的には、ノウハウがあればこんなものが作れるんだ、みたいなことを言ってほしいんだろうけど。そうですね、言いましょう。正直やってみて思ったのは、家具の種類すごい増えたな。だよ。置くだけで作れたのは、家具が豊富になったからだね。昔に全く同じ条件で作ったの、これだからね。10年のアップデートという積み重ねを感じますね。ただ、やっぱりできないことはできないままだなとも思ったよ。天井を作るなら浮かせ必須だからね。デフォ内装ありきだから、新しい流れってのは生まれないし、その辺自由にやりたいなら浮かせしないとダメだね。14ハウジングって浮かせありきでデザインされてるよなぁと、改めて思ったよ。アプデで内装の取り替えができるようになるって言ってたから、期待してますよ。どんなのだと思います？ラベのデフォ壁をミストのデフォ壁に変えられるとか。そんなんじゃユーザーは納得しないって開発もわかってるだろうし。壁と天井の装飾全部取っ払えるとか、部屋のサイズ変えられるとか、天井照明の数と位置を変えられたり、階層ごとに照明の明るさを変えられたり、それくらいのやつがドーンとくるんじゃないかな。こうやってハードルは上がっていくんですね。今回は応接間を中心に話しましたが、他の部屋にもユニークな家具が置かれました。せっかくなので少しだけ紹介しますね。よく喋るね君は。いや、クラシック面白いんですよ。玄関ホールには、上着をかけるスタンドが置かれました。こちらはマレキで作られたコートスタンドです。こういったスタンドがビクトリア時代は流行りました。14のコートハンガーが、これにそっくりな形をしてます。玄関に置くとビクトリアンな雰囲気になります。へえ。これがワンランク上になると、ホールスタンドという家具になります。客人に見せることを第一に作られてるため、ユニークな形をしています。デザインは幅が広く、かなり自由です。自作してみました。土台はレイクランドテーブルです。クラシックドレッサーとトンベリソファーを裏向きに置いてスタンド部分を作り、以降でコートをかけるフックを作りました。さらにイミテーションストレージドアをテーブルの高さに浮かせて上蓋にし、イシュガルディアンディスプレイスタンドを下から浮かせて傘受けを作りました。上蓋を開くと傘をかけられるという設定です。こういったものが玄関にあると一味違って見えるかもしれません。次はベッドルームです。ベッドルームは最もプライベートな部屋と言えます。上流階級ほど夫婦の寝室は別々に分けられました。女性の寝室にはロマンティックなインテリアが多く、男性の寝室はシンプルでシックにまとめられることが多かったです。邸宅ともなると客人用の寝室があったりします。恐ろしく豪華に仕立てられてますね。ここでは女性用の寝室を紹介します。ベッドサイズはキングかダブル、
支柱式ならドレープをかけて天蓋付きのベッドとして使います。14だとキャノピーベッドがありますが、とてつもない存在感です。なかなか置けないと思います。自作しました。ダンスポールを束ねて支柱にしています。シュラウドストールを浮かせて天蓋を作り、サイドタイドカーテンを垂らしています。ベッドヘッドはブレッドシェルフを置いただけです。足元はスモールチョークボードで囲ってベッドの木部を覆ってます。なんでこのベッドのクソ野郎。このベッドが染色できないからです。色を揃えるために囲いました。設置数を節約したいならベッドの色に合わせましょう。バークブラウンで染めればスモールチョークボードはいりません。シックな色合いになります。もちろん置かれたのはベッドだけではありません。ビクトリア時代のベッドルームはある3つの家具を置くことが鉄板でした。まずドレッシングテーブル、化粧台のことです。収納付きのテーブルに鏡をつけたものを指します。こういった華やかなものもあれば、タンスにそのまま鏡をつけたような素朴なものもあります。14ならクラシックドレッサーがあります。これを置くだけでいいです。染色できない箇所があるのがネックです。あえて自作するならドレッサーを浮かせてシュラウドカルトニエと重ねるといいです。こうすればウッドの色を揃えられます。次にワードローブ、衣装ダンスのことです。シンプルなものからこういった両端に鏡を備えたリッチなものだったり、冠がついたプリンセスって雰囲気なものまであります。14ならシュラウドワードローブが使いやすいと思います。癖が少なくて染色もできます。気に入らないなら自作しましょう。フェイクドアウィンドウを裏向きで並べただけです。窓のところはバックバーで塞いでます。取っ手はエールサーバーです。ブレッドシェルフを並べれば冠をつけることもできます。直浮かせなしでお手軽に作れます。半分のサイズにもできます。こっちの方が使いやすそうです。こんなのも作りました。ベースは白金食器棚です。ブレッドシェルフを重ねて装飾してます。サイドは浮かせたウッドスラットパーティションで固めて、下段の棚は浮かせたウッドスラットブックシェルフ、モールディングは裏向きのハンギングルアーディスプレイ、さらにクラシックドレッサーで取っ手を作りました。上の棚は裏向きのイミテーションボールトで鏡っぽくしました。色を変えればすりガラスにも見えます。全部染色できるので汎用性が高いです。設置数はいくつなの？20です。そっか。次にウォッシュハンドスタンド、洗面台のことです。この上に水差しと洗面器を乗せて顔を洗いました。水道がなかった時代の家具ですね。豪華なタイプもあります。洗面器を収納すると棚がついてます。天板には防水のために大理石が貼られました。自作しました。ベースはシュラウドドロワーテーブルです。3つ並べておいただけです。足元も同じくシュラウドドロワーテーブルです。下から浮かせてます。天板は浮かせたマーブルパーティションです。戸板はハンギングルアーディスプレイを裏向きで貼ってます。取っ手はオルゴールです。背板は裏向きのティターニアの壁掛けに、バスルームタイルシートは貼っただけです。下の板はアイスボックスを置いただけ。上の装飾は浮かせたブレッドシェルフです。大理石以外は色を変えられます。設置数は18です。さっきから使いすぎじゃない？拡張で増えるんでしょう。このくらい余裕ですよ。こうやってハードルは上がっていくんだな。あとはベッドの横にサイドテーブルを置いて照明を乗せたりするといいです。足元にはカーペットを敷くと温かみが出ます。今回はグレージュカーペットを選びました。クラシックモダンな印象になります。もちろん板張りにしてもいいです。敷物を足していけばよりクラシックになります。ベッドルームでは手紙を書くこともありました。寝室というプライベートな空間が秘密をしたためるのに適していたためです。女性の小説家は寝室で執筆作業をすることもあったそうです。クラシックライティングデスクはまさにこの時代の書き机です。ベッドサイドに置いてみました。シーリングワックス&レターセットを置いてもドラマティックな演出ができます。こういったものがあるのもいいですね。このくらいにしときます。まだまだクラシックの家具はたくさんありますので、調べてみると面白いですよ。それじゃあお疲れ様でした。ありがとねー。